中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。スタートを切りました。14頭まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのは5番バビット、そして内からはブラックマジック、それから2番シャムロットヒル、そして4番手にエピファニー、それからもう1頭8番オーケンムーン、いたいたガイアフォース、ルメール絶好位をマーク、それから離されましてレッドガラン、スタッドリー、外を通りまして13番アリストテレス、ラーゴム、ゲスト、そしてそのうちに4番ノースブリッジ、その後ろでやりましょうか、6番ユーバーレーベン、一番後ろに1番レインカルナティオであります。第2コーナーに向かいます。14頭もう一度前から整理してみましょうか。先頭を行くのは3番ブラックマジック、4分の1馬身リード、外を通ってバビット、2番足毛の馬体シャムロットヒル、そしてその後ろからエピファニー、内を通って10番ガイアフォース、オーケンムーンが並んでいっています。ちょっと離されましてレッドガラン、第3コーナーに向かいます。14頭そのうちにスタッドリー、そして外からはアリストテレス、ラーゴムがその後ろ、内を通りまして9番ゲスト、4番ノースブリッジ、もう1頭ユーバーレーベン、その後ろ3馬身くらいあって1番レインカルナティオ。中山のスタンドが揺れています。先頭行く赤い帽子はブラックマジック、ここで先頭に立ったバビット、懸命に手を動かして岩田とノースブリッジ、ノースブリッジが差を詰めてきた。ガイアフォース、ここで先頭に躍り出る、ムチが飛んでいる。バビット外を通ってノースブリッジ、ガイアフォース、一着一番人気に見事応えました。当然の結果です。1着当番、2着11番、3着4番以上のように確定しました。